早くましたね。早くあれだよ。出荷者の方ができる。調整した方がいいよ。いつもの。あ、でも大丈夫か。スマートヤマトがクモさんがつけるコード、俺もつける。じゃないと思う。内情だけ教えて。嘘は言えないから。もう大丈夫。あのことはちょっと練習をかけても。ありがとう。あのヤマトはね、白いヤマトだね。そう、ヒデさんが面白半分で聞いてくれる以外に、初めはこの話、被害者の第3者、ヒロさん、ヒデさん。じゃあ、私は逆に、すごい音楽やりたいんですけど、伴奏ができないから、伴奏と歌をやると崩れるからできないから、じゃあ、またさ、よろしくお願いします。どうしたらいいんだろう。じゃあ、ピアノのあの、同時ライブでの弾き語りは、あれは例外的な感じもうね、クソ大変だよね。ギリギリ、だからその後に、最後の時に、みんなでバンドで、バックバンドで歌やって、それあると楽なんだけど、これ一個こうやって録画して表情違った。だから、結構ブレ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 てんだよ。さっきのニーズの表情を超えて、ちょっといた。これ、これ、来た来た、来た。これが生だったやつ。それこれ今は再放送で、当時これ生放送で放送された。あ、そうなんだ。全く一緒。同じ。左上にこれは再放送ですって出るだけで。撮ってたし。今田さんのセリフ何？ちょめちょめ。ちまったわ。放送禁止いたします。出れよ。こんにちは、地域情報文字もっと大山です。じゃなくて、片山です。こんにちは。今日は節分ですね。皆さんのお宅では豆まきやりますか？今年も鬼役ですか？それとも豆まきの方ですか？イズビックから、イズビックの豆まきを節分の豆たっぷりお届けしていきます。まずは、イズビックで今日行われた豆まきの様子をお伝えします。そして、生中継があります。旭区の本村新聞社の節分祭の会場から祭りの様子をお伝えします。さらに、今日は、だから、生中継してきた。YCV に卒業体験に来てくれています。本村なんですよ。最後に出演してもらいたいと思いますので、本村長。では、コマーシャルの後は地域の出来事です。どうします？お願いします。喜んで。もう。え？そこそこ。いや、俺だから飲める人好きなのよ。ありがとうございます。早速心を掴みましたね。いやいや。お得を持ち歩こう。両親強いからしょうがないね。人間ね。ショッピングや定期券の購入でポイントが見る。でも今日は帰る。なんかムサコまで帰るんでとか言われて。帰るなら強いお酒は頼めないわけですよ。なるほど。でも量が飲むんだ。バレた、バレた。今、強いです。量を飲むために強くないのね。プレゼント。あの、イメージを守れば飲めるんです。なるほど。楽しかったら飲むんだよ。はい、ありがとうございます。一緒に人を紹介する、グッドプール、待ち人来たる。マトスさんが出てるのは当たり前としていいんだけどね。他のメンバー誰が出てるか、ちょっと調べて。誰が映ってるか、こう2、3回見切れようと頑張りました。頑張ったね。伊藤義行さんです。幼稚園の運営を行った民生委員など、さまざまな地域活動を行う内藤さんの世代に迫ります。では地域の出来事です。2月3日、泉区の天皇の泉館で月曜日の豆まきが行われました。あそこでやってるんだ。この豆まきは、全然少ないよね、見た感じ。楽しんでもらおうと、公園の運営委員会で毎年開催されています。だから、豆だけだら死んじゃうよ。誰かなんとか頑張ろうとしてるんじゃない。会場には、年男や年女を迎えたボランティアが手作りの紙しもを身につけ登場。お年寄りばっかじゃん、なんで。確かに。午前11時からは、テレビを呼ぶってことは、それなりに頑張ろうとしてるんだよね。豆が分かりました。少ないね、だけど、うん、とても多いね。今年は子供たちが喜ぶように、豆と一緒に、学校があるんだから、それは子供を呼べないでしょ、幼稚園だって、あんたしな。今日でもうちの子は午前保育だったよ。まあ、うちの昼間だしね。じじばばしかいない。平気で昼間だ、ちょっときついよね。続いては、子供たちの出番。鬼の前を貼り付けた板に向かって腕を大きく振りかぶり、元気よく豆をまいていました。家ではなかなかこうやって大がかりにできないので、子供と一緒に楽しめてとても助かりますね。人数もそんな多くないから、人数もそんな多くないから。まあ、こうちょっとね、便が悪いところですが、もうここ開院して18年、19年近くになりますので、
だいぶ認知されてますけれども、皆さん喜ぶものをこれからもやっていきますので、ぜひおいでください。大勢集まっていましたね。豆もドーナツもうまいな、したいですよね。会場では甘酒や焼き芋も販売されていたということで、皆さんに楽を払ってお腹も満たされるイベントでしたね。でこの天王森泉公園では2月13日から吊るし雛の展示が始まるということです。さあ続いては中継です。この後豆まきが行われる旭区の本村新名社と中継がつながっています。リポーターの高田さん、会場はどんな雰囲気ですか？はい、高田春菜です。この後午後5時30分から節分祭が行われるということで、会場には今多くの方で盛り上がりを見せています。そこは一息で愛されて定着していることがわかりますね。さあそして皆さんこちらをご覧ください。ただいまこちらでは来場者に豚汁が無料で振る舞われています。とっても美味しそうですね。それでは早速私もいただいてみたいと思います。マルオメンバー誰が最初に映るかな。まだいないですね。まだ出てこないね。足割っといたね。じゃあ行きましょう。広くないです。すごい、えってなったよ一瞬。熱いわ、熱いわ。染み渡りますね。染みるほど飲んでない。いただく豚汁とっても美味しいです。体の内側から温まってきます。って顔してるけど大丈夫。本村新名社ですが、熱々出しちゃダメだよな。駅とそして鶴上の駅のちょうど中間地点で、厚木街道沿いにあります。さお近くにお住まいの方は今からでもまだ間に合います。ぜひご視聴ください。鈴木さん、鈴木さん、本当に一番最初鈴木さん。約17年からは告知をして行うようになりました。今年で11年目となります。でそして夕方ちょうど午後5時30分から行うこの珍しい時間帯なんですが、たくさんのお子さんに来ていただきたい、そして親御さんと一緒に来ていただきたいという理由でこの時間になっているそうです。今日はぜひ薪役も子どもたちに体験していただきたいなと思います。さて節分といえば各地方いろいろな違いがあるかと思いますが、私の出身の青森県では節分の時に落花生を撒いていました。さあこの落花生を撒くというのは私たちでは全国的には違うというのを聞いてとても驚いた記憶があります。さあ皆さん、そしてあちらをご覧ください。今回本村新名社では食用の廃棄油を主原料としたエコキャンドルによる朝日エコキャンドルナイト in 本村新名社も開催されているんです。こちらについてもお話を伺いたいと思います。お話を伺うのは今城さんです。よろしくお願いします。来た。今回なぜこのようなイベントが開催されたのですか？豆まきの、節分のイベントだけじゃなく、キャンドルを一緒に装飾として、灯すことで思い出に残るようなイベントになったらいいなと思いました。今、あちらの私もおかしくない、正解なんか、アフレコのみたいな、アフレコみたいな感じですね。幼稚園さん、上野原幼稚園さん、昭和幼稚園さんにお願いしてですね、約400人の園児に、絵を描いていただいて、内側から火が灯ります。こんな声ですよ。絵が浮かび上がる、全然変わるよね、形で、やったら面白いかなと思いまして、見切れようと。ぜひたくさんの方に見ていただきたいですね。ありがとうございました。ありがとうございます。マイク近い。この参加した子どもたちにもお話を伺いたいと思います。コウスケが怪しいんだよ。こんにちは。ちょろちょろ撮ってて、ちょろちょろ撮ってますよ。幼稚園児独特の絵が、みんなすごい個性的な絵で、すごい可愛らしくて良かったです。やってみてどうでしたか？少し苦労もしましたけど、本当綺麗に点灯もちゃんとできたので良かったと思います。いい思い出になりましたか？はい、なりました。ありがとうございます。あれ